ただいまから理事会見を行います。本日知事からの発表事項は1件、空間放射線量率の広域調査についてでございます。それでは知事お願いします。こちらの方にコメントがありますけど、そこにをご覧いただきたいと思います。福島第一原子力発電所の事故は発生から4ヶ月経過したが、未だ収束の見通しは立っておらず、先行きが非常に心配されるとともに、放出された放射性物質は近隣県をはじめその周辺の都県にまで及び、さまざまな影響が出ている。本県においてもお茶の出荷制限を受けた神奈川県の隣接県として、国から農産物の放射性物質検査の実施を要請を受け、まず最盛期を迎える桃について検査を実施をし、不検出とされたところである。今後これを手始めに計画的に検査を実施していくことにしている。また空間放射線量率については衛生環境研究所においてモニタリングポストの測定、さらに県下10地点における測定を行い、それによりまして異常のないことが確認されているが、県民の身近な環境における放射線への関心は高まっており、一昨日には県議会においても子どもたちが活動する場所の放射線量を測定することなどを求める決議がなされたところである。そこで県民に放射性物質に対する不安感をさらに払拭していただくため、この度県内の学校や公園など100カ所を対象として地上1メートルと地上5センチメートルの高さにおける空間放射線量率を測定公表することとしたところであります。いうことでありまして、もう一つの資料に具体的なやり方が書いてございますが、ちょうど真ん中あたりの調査地点、県内の100カ所の地点ということでありまして、小学校、中学校、保育所、幼稚園、公園など子どもたちが活動する場所を調査の対象といたします。各市町村で少なくとも2地点、甲府市とか人口が多いところも増えるわけでありますけれども、調査地点は市町村と要望に沿って協議をして選んでいくことになります。調査期間は7月下旬から1ヶ月ぐらいの間でやるということであります。調査の方法はシンチレーション式サーベイメーター、放射線測定器でありますが、サーベイメーターによりまして地表面から1メートルと5センチメートルの高さの空間放射線量率を測定をし、調査結果についてはホームページ等で随時公表をしてまいります。以上であります。知事からの発表が終わりました。発表事項に関しましてご質問をお受けしたいと思います。何かございますでしょうか。山梨放送、鈴木と申します。この測定の結果以下で、さまざまな、捉え方がいろいろあるかと思いますが、効果と、期待といいましょうか、ちょっと公平があるかもしれませんけれども、ちょっとご所見を。期待ということはありませんけれども、他県の状況とか、そういうところを見ておりましてですね、そういった他県の結果とか、それから本県でも衛生環境研究所のモニタリングポストでは、常時空間放射線検査というものをやっているということであります。それから先日6月の22日から23日にかけてでありますけれども、全県下10カ所についてですね、これはあれですかね、大気汚染のあれ測定局ですかね、場所はやった場所は違います。そうです、はい、場所はそうですか。大気汚染測定局ってありますな、全県下に10カ所あるんですけども、そこで空間放射線量の検査もやっておりまして、異常値は全く検出されておりません。そういうその状況からして、この今回100カ所やるわけでありますけれども、おそらく異常値は出てこないであろうというふうに思っております。そうした検査をして、向上することによってですね、県民の皆さんに、さらに、安心をしていただくということを私どもとしては目指しているということであります。よろしいでしょうか。その他はございますでしょうか。山梨日日新聞の藤原です。小学校、中学校、保育所、幼稚園、公園などということなんですが、おそらく多分全部合わせて100カ所以上におそらくなると思うんですけど、その中で市町村で選んでもらって、
ということになるんでしょうか。で、また7月下旬から、まあ、調査期間1ヶ月ないということなんで、まあ、100カ所順番に1ヶ月の間でやっていくという形になるということでよろしいんでしょうか。そういうことですね。まあ、最低2カ所を従って、まあ、比較的小さい町村等についてはですね、2カ所ということになります。甲府市あたりになりますと10カ所ぐらい、9カ所、9カ所ぐらいになります。人口によって同時に加重地面積に、まあ、ほぼこう均等、完全に均等というわけにはいきませんけどですね、まあ、大体こうその調査地点がですね、近転してばらつくようにですね、まあ、調査地点を選ぶようにしたいと、まあ、その辺は市町村とよく協議をしたいというふうに思っております。まあ、そんなことですね。で、調査としては、まあ、約1ヶ月、まあ、このあれですね、サーベイメーターが2つしかありませんでね、県のやつが1つ、それから山梨大学から急遽1つ借りてきましてね、今購入をして図書館で購入してるんですけども、間に合わなくてこの秋は4つ入ってきますけれども、まだ2つしかないものですから、しかもそのあれなんですね、例えば雨が降った日はもちろんダメですしですね、そういう気象条件に採用されるということもありますし、まあ、市町村の職員さんに立ち会ってもらいながらやっていきますから、まあ、市町村の都合もありましょうから、まあ、そういうことをこう考えますと、まあ、どうしても、まあ、1日10カ所ぐらいはできるんでしょうが、まあ、7月の下旬から始めて8月の半ばくらいまでかかってしまうということだろうと思います。よろしいですか。その他、はい、すみません、申し訳ないです。お詫びします。その結果、まあ、この間の決議でもですね、県の方から、まあ、月市にその、まあ、もしそういった結果が安全性が確認できれば、まあ、安全宣言、いわゆるそういったものをですね、きちんとしていただいてなんていうものもあったわけですけど、その辺に対してはどのタイミングで、まあ、やるのかやらないのかも含めてですけれども、ご見解をちょっと教えていただきたいと思います。まあ、今回この100カ所について、空間占領率の検査を行うということ、それから万代のようにすでに農産物についてはですね、検査計画を策定をして主要な農産物について、検査を行うということであります。その検査結果については、もう出次第常時公表をしてまいりまして、まあ、問題がない、異常値異常ではないものについてはもう安全であるということを県民の皆様にお知らせをするということでありますが、まあ、そのことの積み重ねが、まあ、安全宣言だというふうに捉えることはできるというふうに思います。まあ、そういうことと別途に、なんかある段階でですね、本県は安全でありますよというようなですね、まあ、安全宣言というものをやるかどうか、まあ、その辺についてはまだ今の段階でそうするということはまだ決めておりません。まあ、今後検討したいというふうに。特に海外の関係とかその他から、まあ、そういった安全宣言的なものをした方がいいという判断があればですね、まあ、それはそういうことも考えなければいけないというふうに思っています。その他はございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは発表事項については以上にさせていただきまして、その他の質問にお受けしたいと思います。何かございますでしょうか。はい、NHK の中田です。知事、リニア中央新幹線の関係なんです。先日、甲府県域 の、 会長の宮島甲府市長が、まあ、費用負担と、まあ、駅の設置場所に関して、まあ、県域だと県だけで決めるのではなくて、まあ、県内の全ての市長さんにも声をかけて、県の、まあ、振興発展という県知から駅の設置場所費用負担について全県の組織で、まあ、検討したいという、まあ、提案の趣旨の意向表明があったんですけど、これについて知事は見解をちょっとお伺いしたいと思います。まあ、まず場所につきましてはですね、今当面決めなければいけないのは、JR 東海から提案をされているのは、この半径5キロの円で示された場所ですね。まあ、これは甲府盆地南部という、これでいいかどうかっていう返事を JR 東海に返さないと。さて、まずこの半径5キロの円で示されたあの場所について山梨県としていいかどうかという判断をしなければならない、コンセンサスを取らなければ。でこれは
まあ、甲府県警はもちろん、あの首都地域も、あるいはあの京都地域も、京南地域も、あの各協議会がありますから、規制同盟会がありますから、まあ、それらで今、議論してもらって、同時にあの経済界の皆さんにも議論してもらって、まあ、そういういろんな意見を集約をしてですね、そこでいいじゃないかと、まあ、いうことになればですね、まあ、それでまず第一、あの半径5キロの円については、あれで、県としては、結構です、そのコンセンサスを得ましたと、まあ、いうことにしなきゃいけないわけですね、これはまず第一段階。それから、まあ、これは私の希望なんですけれども、まあ、半径5キロの円というとかなり広いですから、まあ、できれば年内にもうちょっとその詳細なですね、場所というものをこれはあの、まあ、決められるものなら決めたいと、まあ、いうふうに申し上げてきたわけであります。で、それについてはあの、まあ、この交付権益が仮にいいということになった段階でですね、さらにじゃあ交付権益の、まあ、甲府市とか中央市とか、それから昭和町がありますが、皆さんどうですかと、地元のね、まさに地元ですから、地元の皆さんの意見も、まあ、聞くと、交付権益協議会で議論してもらう、同時に県としても、まあ、他の地域のこれは意向もまたあるでしょうから、まあ、そういう意向も踏まえですね、県としてのまた考え方もいると、まあ、いうことでですね、まあ、できれば年内ぐらいにもう少し絞ったですね、場所を、まあ、決めていきたいと、まあ、いうふうに思っているということで、まあ、そういう2段階でこれから進めていくということですね。それからあの費用負担の問題についてはですね、まあ、これはあのご承知のように駅の費用負担をどうするか、まあ、これはあの沿線 の, あの都県と JR 東海との間で意見が一致していないからですね。で、これはあのこれからその議論をしていく、これは山梨県だけがちゅうんじゃなくて、これは沿線都県、一緒になって JR 東海とですね、協議をしていかなきゃならない、場合によっては国も関与してもらわなきゃいかんかもしれないですね。まあ、そういうことを考えると、この費用負担、駅の費用負担の問題というのは、今年中に何か決めるとかですね、いうことじゃなくて、まあ、もう少し時間がかかる、場合によっては数年かかる、またそれでも、要するに着工するまでに決めればいいことですから、まあ、時間的な余裕もあると、まあ、いうことなんですね。だから今直ちにこの費用負担の問題について、その市町村の負担をどうするかとかですね、そういう議論をするのは少し早すぎるんじゃないかと、まあ、私はそう思っているわけです。で、いずれにしても県下の市町村の皆さんとよく協議をしながらですね、そういった問題は進めていかなきゃならないことになりますから、まあ、甲府市長の趣旨もそういう趣旨だと思いますのでね、全県下の市町村の意見、例えば甲府県域の中でどこにするということにも含めて、これはあの全県下のですね、市町村の意向も聞きながら、コンセンサスを得ていかないと、まあ、いうことはそう思います。まあ、協議会的なものを作るかどうかというのは、これはまあ、今後どうするか、今の段階で県として、そうしたいと思うんですね、それは決めているわけではありません。まあ、今後関係者の間でよく相談をしていきたいというふうに思っています。よろしいでしょうか。その他はございますでしょうか。はい、すみません、リニアの関係でですね、まあ、全県4県域の中でまず直径5キロの円について合意する必要があるということなんですけども、それはもうあれですかね、月内にも例えば決めたいとか、そういうスケジュール感があるんでしょうか。あと、まあ、合意する際にですね、まあ、まあ、会合みたいに集まって決めるのか、それとも県が、まあ、意向を各県域に聞いて、それで、まあ、決まったという形にするのか、まあ、その辺のことをちょっと、聞きたいと思います。そうですね、まあ、そこのところは具体的な、まあ、スケジュールは早めに、と思っておりますが、まだいつ頃までとこう決めているわけではありません。それからこう、まあ、またこう規制同盟会、県全体の規制同盟会を開いてそこで決めるというようなことにするのか、まあ、それとも各市町村、それから経済団体も大方その5キロのあの円でいいじゃないかということであればですね、まあ、県としてそういう意向を踏まえて、それにはコンセンサスが得られたということでですね、それはそれで決まったと、決めたと、まあ、いうことにするということもあると思います。また具体的なやり方については決めておりませんが、
そのスケジュールとかありますか。はい、今おっしゃった通り、特にここの日まで行こうというのは決めています。いつ頃とかやるんですか。それもまだ決めていませんが、なるべく早い時期にやりたいと思います。で、なんか決めるのは協議会的なものを開いたんですか。それも完全には決まってませんけれども、うん、まあ、今意見がですね、募集をしてまして、昨日の締め切りだったんですけれども、うん、まあ、そういうような状況を見ながらですね、なるべく早く、まあ、総会という形になるか分かりませんけれども、決めたいと思います。やり方も決めました。まあそういうことです。要は今各政同盟会とか、あるいは経済団体とか、そういうところにまあ、その半径5キロの案についてどうですかと、まあ、意見を今求めている段階ということですね。まあ、そういうものがこう出てきた段階で、どういうやり方で決めていくか、その段階で判断したいというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、読売新聞の岡山です。5キロの円の中の、まあ、詳細の場所について、まあ、甲府市長はその他の他市町村も全市町村で、まあ、協議したいという考えなんですけれども、まあ、県としてはその一応基本的なスタンスはその甲府県協議会で協議してもらって、で、そこで決めてもらうという、そちらの方が基本的なスタンスということでしょうか。うん、基本的というと少し語弊もあるんですけれども、まあ、大体全県か市町村あるいは経済団体が半径5キロの円のあそこでいいよと、まず一回コンセンサスが得られたということになったとしますね。そうするとじゃあ、まあ、できればその中でさらにこうもう少しこう絞り込んでということを、まあ、我々としては希望を持っているわけですが、それはやっぱり第一的にこの甲府県域の皆さんが地元ですからどう考えるかと、まあ、いうことはあるわけですよね。だからそれは地元の皆さんの意見は尊重しなければいけないし、甲府県域の関係市長においては十分議論をしていただきたいというふうに思います。ただ同時にやっぱりじゃあその甲府県域の中だけで決めちゃっていいのかといえば、これは甲府市長が言ってる通り、これは全県下の皆さんが県民が使うものでありますから、やっぱり甲府県域以外のこの市町村とか、まあ、そういうところの意見もまた聞きながら参酌しながら決めていかなきゃいけないということですよね。だから、まあ、甲府県域の地元としての意見と、まあ、いうことはこれは一つ尊重しないかんし、同時にしかしやっぱり全県下の市町村の意見も聞きながら、まあ、そういうものも含めながらですね、まあ、総合的に判断をして決めていくと、まあ、いうことになると、まあ、いうふうに思っております。じゃあ、まあまあ、段階手続きとしてはじゃあ甲府県域の下で、まあある程度の案を決めてもらって、でそれを全県下に図るというような手続きということを考えているでしょうか。うん、そういうことになるかどうか、まあ、もちろん甲府県域で議論をしてもらいたいということはね、これはまあ我々としてもお願いをしているわけであります。しかし甲府県域としては、まあまあ、甲府市長としても繰り返しになりますが、自分たちだけのこのいい悪いで決めるというのはやっぱり全県域みんな県民が使うんだから、やっぱり全県の意見も判断しながら決めていかなきゃいけないというのは当然な話です。まあ、それをまず甲府の県域 でまず決めて、案を決めて、そしてそれに諮るとか、そういう手順というふうにするのかですね。まあ、それは、まあ、県が甲府県域以外の市町村だとか経済界の意見というのも大体分かりますからですね、まあ、そういうものも総合的に勘案しながらですね、県と甲府県域のこの市長でですね、協議をして決めていくと、まあ、いうことだと思いますね。順番としてまず案を決めて、それからそれについて全県会で測ってというようなこう手順になるというよりも、むしろ、まあ、総合的に県と、それでその甲府県域 の市長とが一緒に協議をして決めていくということになるんじゃないでしょうか。その他はございませんか。はい。NHK中澤です。知事、県議会の方が、がん対策推進条例の制定に向けて、まあ、
議会発議ということで、まあ、今検討進めたと思うんですけど、確か知事も今年の1月の知事選でマニフェストの中で、まあ、がん対策推進条例を制定します、今年度に制定しますというマニフェスト公約がありまして、まあ、知事の公約にあったことなんですが、まあ、県議会が、まあ、検討を始めるという、うん、これについてのまあ知事の考えと、県の知事局として県議会の制定に向けた動きにどう協力して、どう取り組んでいくかと、その意見です。そうですね。まあ私もぜひがん対策条例というものをですね、作りたいし、また必要であるという判断でいるわけでありますから、まあ、場合によっては執行部の方で作ろうと思ったわけでありますけれども、まあ、県議会の方でがん対策については、特に重要であるという判断をされて、まあ、ご承知のように山梨県の場合には、特に、まあ、例えば肝臓がんの死亡率とかですね、まあ、そういうものが高いということがあります。で同時にであるがゆえにまたがん対策も非常に一生懸命進めているということもありましてですね、まあ、そういうこともあるのでですね、議会としてがん対策というものについてぜひ、議会の条例と議会提案の条例としてですね、進めていきたいというところもあるんですが、これはもう大変に私どもとしては素晴らしいというふうに思っておりましてですね、これは議会がそういう議論を進めることについて執行部としても最大限の努力をですね、していきたいと。その他はございますか。はい。明野の処分場の関係でですね、先日なんですが、遮水ヒートにまあ損傷があった、まあ、ことがあったんではないかという結果が、まあ、実験のあれで出てたんですけども、今後、まあ、とりあえず一歩原因究明前に進んだのかというところなんですが、今後それを受けて、まあ、どのようにですね、処分場の再開にですね、結びつけていくお考えかお聞かせください。まあ、ご指摘のようにですね、原因究明の調査をしてきたわけでありますけれども、結局この、まあ、遮水シートのですね、漏水を検知するシステムが、まあ、作動したわけですね、去年の、9月ですか。非常にかなりの、高い電流が流れたわけです。でその場所で電流が流れたその場所、したがって、まあ、その、まあ、要するにその水の漏水が疑われるその場所を切り取ってですね、そのシートを切り取って、そして、再度切り取る前に1回検査してるんですよ、不可試験検査がね。しかしその時は出てこなかったんですが、切り取って再度この精密に圧力を少し強くして負荷試験というのをやったところ、やはり小さいけれども穴が開いているということが分かったということですよね。でもう一つはまあ、この流れた電流の大きさからして、かなりのこうこの何て言うんですかね、この遮水シートを挟んで導線がこう交差しているわけですけれども、そこの上に強い圧力がですね、かかったと、まあ、いうことによって、まあ、ほとんどこうこの電線と電線が接触するぐらいですね、の状態になったのではないかと、まあ、いうことが実際こう圧力をかけた試験でですね、またそのある圧力をかけていくと遮水シートで、同じ状態で試験をやってみると、確かにこの電流が流れるということが分かったということなんですよね。まあそういうことについてはもう少しこう施工業者の方とも協議を議論をしてですね、整理をして7月中に、安全管理委員会を開いてですね、まあ、そこで、まあ、説明をさせていただくということにしております。でこれからは同時に再発防止策、こういうことがまた絶対起こっては困るわけでありますから、どういう再発防止策があるのか、まあ、これは施工業者の方もですね、一定の考え方があるかもしれません。まあ、そういうところと協議しながらですね、再発防止策というものを検討していくと、まあ、いうことにしていると、まあ、いうことであります。この再発防止策というのを、まあ、安全管理委員会にかける、うん、まあ、そうですね、再発防止策ができればですね、それももちろん安全管理委員会にかけていくという
それはまだ7月の安全管理委員会ではそういう検討をするということを了解をもらうということで、その時点で具体的な再発防止策まではですね、出せないだろうと思います。よろしいでしょうか。わかりました。それでいいですか。はい、その通りで、7月中の安全管理委員会、あくまで原因究明を安全管理委員会の皆様にご了解をいただいた後、その原因究明に基づいて再発防止策を講じていくということでございますが、先ほどの知事のお話の通り、再発防止策は今月末に改善予定ではなくて、それ以降の安全管理委員会でお諮りをするということを考えております。すみません、関連で YBS の鈴木です。知事のお考えをお伺いしたいんですが、その遮水シートがですね、現状前破損したということが確認された、間違いない実験で確認されたわけですけど、破損してしまってもうこれはしょうがないっていう部分があるものなのか、それともそれはやはりですね、破損したらこう基本的にはこうまずいものだと僕も承知しておりますので、今回の状況というものがですね、どのようにその知事ご本人として捉えていらっしゃるのか、要は ある程度の原因として重みとか、いろいろな要因があるようですけれども、いずれにしても何らかしらの原因で破損してしまったと、破損しても仕方ないそもそもそういうものなのか、それとも厳密に言えば破損したら基本的にはダメなものなのかっていうところを改めてちょっとお伺いしたいんですけれども、それはやっぱり破損しては困るものですよね。破損しないと、よっぽどのこう何かこう特別にこうなんかそのことをやればともかくとして、通常の管理をしていればですね、通常の管理をやっていれば破損しないというものでありますからですね、それが破損したということになるとこれは非常に困るということですね。その他はございます。時事通信部じゃないです。ちょっと古いことになるんですけど、社会保障と税の一体化とかまとまったことについてちょっと伺いたいんですけども、文言が2015年度まで 10% っていうのが2010年度台半ばまでに 10% ってちょっと後退した、表現が曖昧化したのことと、それからこう景気が好転すればというような文言が入ったと思うんですけど、そうすると、好転すれば増収があるというのでまた尻込みするかもしれませんし、悪くなれば消費が冷え込む点でまた見送る可能性もあるんですけども、全体的にそのちょっと後退したっていうことについてと、知事は今からおっしゃっているように、国と地方は一蓮托生だとおっしゃってはいるんですけども、地方の財政が厳しい中で、ある程度地方が主導で消費税増税をこう唱えていくという方法はないのかと、2点についてちょっと伺いたい。確かに民主党の方からの要請でですね、一体改革本部の表現が多少後退したということがあるわけなんですけれども、しかし2015年というのが2010年代半ばというのは、予算の大臣も言ってましたけど、半ばということは、2014年から15年と。こういうことだと場合によっては少し早くなる可能性もある、確かに半ばっていうことはそうなることですよね。だから多少曖昧になったっていう点はうまくはないですけれども、しかしそんなに大きく後退したという感じは持ちません。それから経済状況を判断しながらですねやるということも、これはある意味当然なことでですね、そのことはそれでいいんじゃないかという全体として総合的に後退したという印象は持っていないと思います。それからこれで2010年代半ばに、消費税 10% にするということで、ありますけれども、前かねてから言っておりますように、我が国の場合にはですね、先進国の中では消費税 5% というような国はないんであって、 OECD 諸国では消費税は平均 20% になっているということですよね。そういう先進国の中では、
か、まあ、格段に、低い、消費税であるで、財政はといえばこの先進国の中では格段に悪い、国である。それから高齢化はこの先進国の中では格段に高い国である。これからの財政需要というのは非常に大きくなるということでありますから、まあ、やっぱりあの消費税を上げていくという方向はこれはあのやむを得ないことだというふうに思っております。したがってあのこれでまあ自民党と、それからまあ民主党の考え方が少なくともあの 10% ということについては一致したわけですからですね、まあ、ぜひあの与野党でよく協議をしてですね、国民の理解を得ながら進めていってもらいたいというふうに思っております。まあ、その際にあの地方について配慮するということにはなっていますけれども、具体的にどうするかということはこれからの議論であります。まあ、国は毎年1兆円ずつその社会保障費が負担は増えているわけでありますけれども、あの都道府県も7000億円、地方も7000億円ずつ増えていくわけでありましてですね、都道府県市町村も含めてですね7000億円ずつ増えていくわけでありまして、やはりこれはあの地方のそういった社会保障負担の増加ということはですね、もう当然配慮していただかなければならないというふうに思っておりますから、まあ、そのことはやはり強くあの国に申し入れていただければならないというふうに思います。はい、その他ございますか。はい、毎日新聞の岡田です。昨日全国知事会でですね、あの原子力発電について、まあ、壮大な社会実験であるとか、あるいは卒原発とかそういう議論が着実したようですけど、知事ご自身この日本のエネルギー政策、そしてその中で原子力発電の位置づけについて将来的にどのようにやるべきだというふうにお考えでしょうか。あのまあ、原子力発電への依存をですね、あの低下をさせていかなければ、過度な依存を低下してさせていかなければならないということ、まあ、そのためにその再生可能エネルギーをはじめとするですね、他のエネルギーを、まあ、特に再生可能エネルギーをあの拡大をしていかなければならないということ、まあ、これがもうあの、まあ、誰しも言うことでありますけれども、私もその通りだと。ただまあ原子力をまあ将来的にゼロにしていくということにするのはですね、どうかなというふうに思います。まあ、日本が仮にゼロにしたと、まあ、それはドイツとかイタリアやってますけども、女子のようにフランスから電力を買ってるわけでありまして、日本はそういう手立てがあるわけではない。それから日本がゼロにしたからといって、じゃあ世界の原子力もそういう方向になっていくかというと、そうじゃないんだと、むしろ増えているというわけですね。まあ、中国は30基これから作ると言ってるし、韓国も原発を作ると言っている。まあ、そういう中で日本が原子力をゼロにしていくと、やっぱり原子力技術、原子力安全技術というものは日本はなくなっていくわけでありますから、まあ、日本は技術で持っている国でありますから、これからも技術で世界に貢献していく国でありますから、これから世界のやっぱり原子力発電が増えていくということを考えるとですね、やっぱり原子力に関する技術、とりわけ安全に関する技術は、今回の事故を踏まえてもですね、高い技術力を持ち続けることがやっぱり世界の安全に貢献することだというふうに思いますからですね、やはりあの原発は減らしていった方がいいし、そうすべきだと思うけれども、それをゼロにしてしまうということはですね、これはあの正しいことじゃないんで、まあ、いうふうに思っていますね。その他はございますでしょうか。よろしいでしょうか。じゃあ以上で、内容ですので、以上で、会見終了させていただきます。